本は端を切り落とし、ピーラーで皮を剥きます。無農薬のものなら、皮を剥かなくてもいいかもしれないです。皮を剥いた人参を3等分にして薄くスライスします。いや、薄くなってないじゃん。って突っ込みはなしでお願いします。薄くスライスした人参を千切りにします。千切りが面倒な場合は、スライスせずにピーラーで細くするという手もあります。私もやればよかった。めちゃくちゃ関係ない話ですが、今使っている包丁、実は実家を出る時に持ってきたものなんですよ。結果、この包丁が唯一の嫁入り道具になっちゃいました。お世辞にも綺麗とは言えないボウルに人参を移します。そろそろボウルを買い替えたいところです。いや、でも置き静けしたら大丈夫かな？人参に塩小さじ2分の1杯を入れて揉み込みます。この後、人参がしんなりするまで15分くらい置いておきます。この一手間で人参の青臭さとはおさらばです。オレンジ1個の両端を切り落として皮を剥きます。品種によっては手で皮を剥けるものもありますよね。手で皮が剥けるものだったら手で剥いちゃいましょう。その方が楽だもの。オレンジの房の境目に包丁を入れて身を取り出します。薄皮も使わないんですよ。私がやるから手つきが危なっかしいだけで、この方法が一番確実だと思います。多分、果肉の中に種が入っていたら種も取りましょう。こんな感じでオレンジ1個分の果肉を取り出します。オレンジが果肉と薄皮に分かれました。オレンジの薄皮を握ってジュースを絞り出します。大さじ1杯から2杯取れると思います。やり口が原始的なのは見逃してください。絞り出した果汁はドレッシングに使います。絞り出した果汁に塩小さじ2分の1杯、お酢を大さじ2杯、オリーブオイルを大さじ2杯、胡椒を好きなだけ入れます。ちょっと多めに入れるのが好きです。よく混ぜたらドレッシングの完成です。ドレッシングにオレンジの果肉を入れます。食べやすい大きさになるように手でちぎって入れます。包丁は使わなくても大丈夫。人参がしんなりしてきたので水気を絞り出します。意外と水分が出てくるんですよ。かなりギュッと絞っても大丈夫。水気を絞れたら、ドレッシングの中に人参を入れます。人参をほぐしながら入れると良いです。水気がこんなに出てる。これが人参の青臭さの原因です。力いっぱい人参の水気を絞って、どんどんドレッシングに入れます。こんなに水分があったんですね。人参とドレッシングを和えます。ドレッシングをすくい上げるようにして混ぜるとやりやすいです。ラップで落とし蓋をします。落とし蓋をすると味がムラなく行き渡ります。その上からさらにラップをかけて冷蔵庫で3時間くらい寝かせます。さて3時間ぐらい経ちました。こんな感じでちゃんとマリネされてますね。というわけでちょっと食べてみましょう。このぐらい取って、ちょっと移して、じゃあいただきます。うん。あ、おいしい。オレンジの酸味が効いてます。で、砂糖入れてなかったんですけれども、オレンジの果汁から甘みも出てるんで、それでちょうどいい感じになってます。これ人によっては。レーズンとか入れたいって思う人もいるかもしれないんですけれども、その場合はお酢をちょっと足すと甘さがちょうど良くなるかなと思います。まあ、私もピエールもレーズンに限らずドライフルーツが大の苦手なんで、ちょっとうちでは入れないですけど。で、これ日持ちなんですけど、冷蔵庫で
まあ、3日から4日ぐらいは持ちます。というわけで皆さん挑戦してみてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。